夜が長くなってくると暗いお庭を鮮やかに彩るイルミネーションが目を引きますよね。アイデア一つで素敵なお庭にアレンジできるアイテムです。今回のハウトゥーナビはイルミネーションの取り付け方をご紹介します。今回はストレートタイプとカーテンタイプのイルミネーションについてご紹介いたします。イルミネーションって難しそうとお考えの方も多いのではないでしょうか。実は手軽に取り付けることができるんです。ストレートタイプのイルミネーションはツリーや植物にくるくる巻きつけるだけ。巻き始めるのは上からでも下からでも OK です。固定するときはビニールタイなどを使っていきます。正面だけを光らせたい場合はこのように表面をはわせるように取り付けます。ツリーや植物の高さ、明るさによって巻きつけるイルミネーションの長さを調整します。長さが短いまたは明るさが足りないといった場合は新しいイルミネーションを継ぎ足しましょう。重みでツリーからイルミネーションが落ちないように付属のビニール帯などで所々留めましょう。足りなければ市販のものでも大丈夫です。同じ要領でオベリスクなどに巻き付けていきましょう。フェンスや壁面などを飾る場合はカーテンタイプのイルミネーションが便利です。カーテンタイプのイルミネーションはフックで吊るしたりロックタイなどで取り付けるだけ。寂しくなりがちなフェンスもイルミネーションを飾るだけで素敵な空間に早変わりします。また壁を大きく演出したい場合はこのようなロングタイプもおすすめです。イルミネーションは様々な種類の色が用意されています。色を組み合わせることであなただけのオリジナルイルミネーションを簡単に演出できます。バラのアーチやラティスなどに飾り付ければお庭がまた違った印象になりますよ。ちょっとした工夫やアイデアでご自宅やお庭が華やかに大変身。ご家族との大切なひとときを優しく照らしてくれるイルミネーション、皆さんも楽しんでみてはいかがですか。